はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。竜王を倒していきたいと思います。パーティーはこんな感じのパーティーとなっております。メインはね、魔剣士となっておりますが、このねロトの装備でドルマと竜王の、耐性を上げてます。 5% ずつね上がりますんで、であとはスフィーラの盾で伝説の輝き、これがね呪文耐性を上げるということなんで、これも使っていきます。まあ、メインのね、アタッカーの光の体験はこんな感じですね。心はね、で、呪文の耐性を下げたくないので、心道はこっちというような感じでございます。あとはこれですね、はい、魔人の斧、これが大活躍してくれます。はい、まあ、これでね相手の呪文威力を下げつつっていうね、感じで、まあ、ヒャドはね耐性なのかな、あんまりダメージ入んないんですけども、それ役っていう感じですね。ダメージがね一回一回のダメージが大きいんで、それを抑えつつっていう感じのゴッドハンドはね、タンク剣みたいなね、感じの役割をしてもらいます。で、こんな感じでまさかの地獄のドアボーイ入れてるんですが、なんで入れてるかっていうと、まあ、ガードしてほしいのでガード率がプラス 3% で、なおかつ身の守りが高い、あとはまあブレアもガード率 5% という感じで、ちょっとまあタンク寄りの心で、ガードしてくれたら嬉しいなみたいな感じですね。そしてこれですよ皆さん、裁きのコーン、キラキラポーンがね活躍する時代がやってまいりました。いや常に状態異常ね魅了とか入れてくれるんで、これでね、カバーしていきたいなというような感じですね。回復しながら守りの盾を入れていくと、そして心はね、ラスベーザー入れて、まあスキルの HP 効果を上げつつ、まあバギーブーチョ使わないですけどね、呪文ダメージプラス 10% と、で、ドルマのね真珠と主様もドルマ耐性ということで、まあ、そんな感じでね、同じように、大神官も回復役ではありますが主様入れてドルマ耐性入れてというね感じでやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。竜王がねレベル8でございます。いやこのコンテンツはね、ソロ勇者には厳しいよ。ソロ勇者には厳しい、うん、お友達がたくさんいて一緒に、戦える、勇者がいればまた違うと思うんですが、ソロではねなかなか厳しいコンテンツとなっております。まあそれはそれでね楽しんでいきたいなとはね思いますけどもね、うん、どこまでのレベルを、戦っていけるかっていうのもね、やっていきたいなと思いますが、まあロマン砲で光の体験だったらロマン砲でやっちゃうのが早いのかもしれないんですけどもね、ロマン砲ではなくてちまちまやっていきたいなと思います。はい、まあ光の体験以外で何かこう強い武器といいますかね、まあ、銀河の剣とかで、戦えるのであれば、まあ、魔人の斧とかがあればねかなり戦いやすくねなるんじゃないかなと思います。はい、この呪文のね威力を下げる武器っていうのは、まあ、こういう武器っていうのはやっぱ長く使えますよね。うん、まああとはやるとしたらダメージは入んないけども、インフェルノワンド回とかで、まあ、ほとんど打ってくるんでそこだけ注意なんですけど、インフェルノワンド回で、耐性を無視して呪文を封じるっていうね、それができればこの竜王はかなり弱体化できるとは思うんで、まあ、それもねできるのか試しに行って今度見たいなとはね思いますが、まあ、まずはね、ソロでね、普通に戦って倒せるのかっていうのをねとこやっていきたいなと思いますね。どのレベルまで、これだからあれっすよね、
強敵みたいな感じで自分でレベル選べればいいんだよね。低レベルでもいいからコツコツやりたいよという人もいれば、友達とたくさんで一気に高いレベルで倒したいんだっていうね、人もいると思うし、そうすればいろんな方がね遊べる、楽しく遊べるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、今回はちょっとこうかなり、やり込んでる方にはいいコンテンツというか、はい、あれですよね。なかなかねこれ、まあ全部をやらなくていいっていうところはあると思うんですけどね、どうしたってやりたいですよね、魔王の地図。なんかどうしたったらみんなが楽しんでね、できたら最高っすけどね。っていう感じで、まあちょっと、雑談しながらっていう感じで進んでおりますが、まあこんな感じでね、守りの盾は維持しつつ、やっぱキラキラポーン良くない？キラキラポーン良くないっすか。まあゴッタンドは最初は、まあ光の守りか、守り盾入れる前に呪文をね、呪文ダメージを下げるっていうことが最優先っていう感じなんで、まずはそこをやってったっていう感じですね。あとはもうここからは、バフを維持しつつ、結構ねこの大神官のね水晶の守りの盾が2ターンで切れちゃうんで、そこだけ注意しながら、キラキラポーンで、更新をしていくという感じですね。で魔剣士のメインのアタッカーの魔剣士が倒れちゃうともうどうしようもないんで、そこを守りつつっていうね感じですね。途中ねやることねえかなみたいなね、ところも出てくるんですよね。まあただ呪文2段呪文攻撃2段を下げてるっていう状態をできるだけキープしたいんで、まあ、こんな感じで更新しながらさらにダメージダウンっていうとね、ここを更新しながら戦っていくっていう感じになりますね。これは助っ人団、お助け団いれば一気に半分ぐらいポンとね減るんだけど、そうじゃないからね、普通に戦ってると結構長引くよね。ロマン砲で、でも一回一回のダメージがでかいからね、ロマン砲やるのもその後一撃倒しきれなかったらきついからね。そう考えたらこういう風に戦って回復2枚で守りの盾を維持しながら戦ってった方が、まあ、確実に勝てるような気はするんだけどね。ただレベルね10とか15とかね、そういう高いレベルになってきたらどうなるかっていうのはちょっと正直まだ未知の領域なんであれなんですけどね。なんとか、7は倒せました。7で受け取って7は倒せました。この戦い方で割と安定して、割と安定してた7も、8も今んとこ安定してるね。いい感じじゃないですか。やっぱこの確定の直撃っていうのがちょっとむちゃくちゃ強いね。本当光の体験持ってない場合は本当に銀河の剣なのかな、無属性でね。でもセレシア装備は今回これでかなりまた評価上がるんじゃないですかね。攻撃しながら超回心、直撃もあって回復もする。変な話あれ4本持ってれば全員攻撃でいいんだもんね。このドルマドンもやっぱりかなり強力になるので、呪文ダメージこれ2段入ってなかったら結構ね700、800とか平気で食らっちゃうからね。ドルマ耐性はねやっぱり上げといた方がいいですね。回復ドルマ2枚いればだいぶ回復追いつくんでかなり順調に今来てるよ。このね鉄鉱山もさっき入ったからね、まさかの。さあこれで安全策を取ってね、もう一回更新をしていきましょう。オッケー呪文ダメージじゃん。これがマジで大事。魔人ののまさか
ここで使うかっていうねタイミングでありましたけど、いや大活躍、これがあるないでは多分相当受けるダメージ違うと思うよ。うん、さあギガブレード、これはロト装備にしてるんだけども、会心を持った心でもいいかもしれないですね。やっぱり会心入ると相当ダメージが伸びるんで、もうちょっと回避率を上げてもテリー装備でも良かったかなと今思ってますね。もうだいぶ終盤に差し掛かってきましたよ。ここで慌てずに守りの盾を更新していくと。あ、魔剣士が次切れちゃうかな、守りの盾気をつけないといけないね。うわでも結構ダメージ受けてる。このねトラップの後半のトラップがね、よしよし4万、どうしようかな、回復するべきか迷うね。でもまあここはゴッドハンドがたとえ落ちたとしても仕方ないでしょう。 OKOKOK 鉄鉱山、ラッキー、危な、これじゃ攻撃してこないんじゃない、危な、でかいでかい。さあギガブレード、これどうだ、よしよしよし、5万2000強すぎるな、マジで強いな。まあもうこれで次で決まるでしょう、次で決まるだろう。これでどうしようかな、OKOK かなりでかい、ここで全体回復、ゴッドハンド、これがどうしようかな、鉄鉱山やっとく、よいしょ、お更新したじゃん、ナイス、こう防御も2段下がってるというかなりでかい、危な危な、あこれダメだ、まさかの終盤3連続攻撃、これ決まったね、研磨ゴイズも来てるから、よっしゃ4万、いや割とまあ1人ちょっと倒されちゃったけど割と安定してたんじゃない、レベル8もね、いや無事倒せました、よかった。次はねレベル9、うん、ロマン砲もね試してみたいけどね、うん、っていう感じで、レベル8ソロ討伐完了しました。よかったらですね参考にしていただければと思います。今日の動画は以上となります。それじゃまた。